ジョン・ラン・グドン、ヘイドン・ダウンは、イギリスの内海。先天性疾患の一つである、ダウン症候群の発見で知られる。1828年、コーンウォールのトアポイントに生まれる。父は、ロンドンデリー出身、母は、北デボン出身であった。ダウンは、地元の学校に通うかたわら、デボンポートの古典、数学学校にも通った。14歳からダウンは、 父の薬屋で働き始めた。ここでの経験がダウンに科学の道を選ばせるきっかけとなった。18歳になったダウンはロンドンへと出向き、下界の職を得た。ホワイトチャペルロードに今日構えたダウンは、怪我人の解放や抜死に加えて、薬瓶の洗浄や薬品の調合まで幅広い業務を経験した。後に彼は、ブルームスベリースクエアの製薬所に入り、 有機薬剤の制約によって賞を得た。また彼はマイケル・ファラデーとも会ったことがあり、機体に関する実験に参加しファラデーの助手を務めたこともある。トワーポイントに住む父からもたびたび手助けを求められた。1853年にダウンはロンドン病院に研修医として入った。彼はそこでも輝かしい業績を残し、1856年には、 内科医や役所相を受け持つリバリカンパニーやイングランド王立外科医司会から認定を受けるほどであった。1858年にはサリーのアールズウッド精神病院に医療監督官として就任した。アールズウッド精神病院に勤務することとなったダウンは病院の改革を決定した。それと並行して彼はロンドンで医学士ゴールドメダル 医学博士を立て続けに取得した。ロンドン病院にて内科医助手に選ばれてからもイールスウッドに住み続け、ロンドンとアールズウッドにて研究を続けた。ダウンが計画したアールズウッド改革は次のようなものであった。それまでアールズウッドに収容された患者は肉体罰を受け続け、体は汚く放置されたまま教育を受けることもなかった。 ダウンは患者に対する肉体罰の実施を全面禁止にし、患者に対しては恩和に接し報酬や賛辞を与えることを定めた。患者の尊厳は十分に尊重し、患者らに対しては教養として乗馬、ガーデニング、工作、弁論術を教育することとした。1866年、ダウンはオブザベーションズ・オン・アン・エスニック・クラシフィケーション・オブ・イデオッツと題した文章を書いた。 その中で彼は主治の精神状態について民族的特徴から分類することの可能性を理論として提唱した。その民族特徴として彼は特にマレー系、コーカサス系、エチオピア系の3種類の人種を取り上げた。この文書は現在ダウン症候群として知られる疾患について記載されているものであったがダウンはこの疾患をモーコ系をはじめとする特定人種に 特有の疾患と定義した。その結果として、ダウン症候群は、猛虎症、または、モンゴリズムとして知られるようになり、現在ダウン症候群とされる疾患を抱える人々は、モンゴロイドと呼ばれるようになった。またダウンは、同文書において、この疾病が、白人種の人々の顔を変容を引き起こし、他人種へと顔の特徴を似せていくことによって、人種の壁が崩れ去るならば、 人種は変化の結果としか見なされなくなり、人間種の統合へとつながっていくことになると説明している。1868年、ダウンはテディントンに位置するノルマンズフィールド病院近郊に自身の邸宅を構えた。ノルマンズフィールド病院は発達障害や知的障害を抱えた人を扱う病院で、邸宅でも子供らの相手をした。 ダウンの息子のレジナルドとパーシバルはロンドン病院にて医学研修を受けており、研修終了後はダウンと共にノルマンズフィールドで勤務1896年のダウンの死後もダウンの後を継いで病院に勤めた。ノルマンズフィールド病院は2級イギリス指定建造物に指定され、現在はラングドンダウンセンターとして知られている。また、ノルマンズフィールド病院には ダウン症候群協会の本部が併設されている。ダウンの故郷である、トアポイントには、彼の業績をこうした、ラングドン、ダウンウェイが存在する。スティーブン・アシュアル、ファウンダーズ・オブ・チャイルド・ニューロロジ、ジェレミー・ノーマン CO、P222、ISBN0930405269、ジョン・ランデン・ダウン。ナショナル・センター・フォー・バイオ・テクノロジー・インフォメーション、2020年4月3日、閲覧。 J. ランデン H. ダウン Observations on an Ess 닉 Classification, of idiots. ロンドンホスピタルリポーツ3、259から262、h t t p w w w n e o n a t o l o g y o r g s l a s h c l a s s i c s h d o w n h t m l ランデンダウンウェイ。2020年4月3日閲覧。 ありがとうございます。